なあなあマリサッチ、ちょっと小耳に挟んだんだが、またまたこのクラスに転校生が来るみたいなんだぜ。ああ、そうみたいだな。前回のようにならないように気をつけないとな。まあ前回は突発的なことが起きたから仕方がなかったな。今回は同じようなこともないでしょう。そうだな。ではどんな奴が来るか楽しみだな。はいはい。では転校生を紹介します。お、いよいよ来るな。一体どんな奴だろうな。では入ってきてくださーい。転校生のカモくんと西宮さんです。おいおい、あの西宮ってやつほうき持ってるぜ。しかもなんか魔女っ子じゃね？てかお前とキャラかぶってね。確かに。あの西宮というやつとは、どちらが金髪魔女っ子か決めるとして。なんだかもう一人の転校生がずっとお前を睨んでないか？え？マジ？あいつは私が仕留める。なんだとゴルア、この裏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 番長である霊夢ちゃんに向かっていきなり喧嘩を売るとは、それだと2周回って表番長だぞ。お前を殺す。上等だ、後で体育館裏まで来いやー。喧嘩は後でやってくださいね。いや、喧嘩を止めろよ先生よ。話は聞かせてもらったぞお前たち。なんだてめえ、いきなり間に入ってきやがって。荒れているな、そんなお前たちに決闘ルールを決めてきた。決闘ルール？そうだ、今回ファンパレにて西宮とカモの SSR が実装された。それを60連の間で当てられたら霊夢たちの勝ち、当てられなかったら転校生の勝ちとなる。いや待って、SSR キャラのピックアップを当てるのって結構不利だと思うぞ。ああ、なのでピックアップ対象の深海相談士も勝利条件に加えようと思う。それならいいな、なんでもいいから早くやっちまおうぜ。ボコボコにしてやんよ。ああ、じゃあ勝負開始だ。セバスチャン君は遅刻してきたから、放課後補習確定だからね。バンナソかな。呪術廻戦、ファントムパレード。よし、早速ガチャを回すかね。うん、ちょっと待って、今回のガチャよく見ると、西宮ちゃんとカモで分かれてるじゃないか。あん、どうなってんだ？それだと決闘ルールが破綻しちまうじゃねえか。うねえよ、こんな細かいことやめて一つにまとめろよな。新キャラ2体を一つのガチャにしないとは。まあ、ちょっと見てみたけども。一応カモピックアップガチャの方にも西宮ちゃんが入ってるっぽい。それならギリセーフかな。西宮ちゃんガチャの方にも、一応カモが入ってるっぽいので、今回の勝負的には問題ないかと思われます。了解した。ではそれぞれ30連の合計60連勝負といこう。ちなみにそれぞれの新キャラたちのスキルを少しだけ確認しておきましょう。カモは基本的に自分自身を強化して、攻撃スキルでアタックしていく感じなんだな。そして西宮の方は、相変わらずバフ要因となるスキルを保持しているね。この SSR 西宮ちゃんと SP 西宮ちゃんで、使いどころによって変えていく感じになりそうだな。まあ、無事にゲットできたらの話だけどね。よし、待たせたな霊夢。早速分回してくれ。任せろ、10連で終わらせてやるぜ。いいね。楽しくなってきた。おーおーおーい、これってもしかして、もしかしてなのか？黒線も出たのでピックアップ確定だ。あとは SSR キャラを抜ければ西宮ちゃんが我がチャンネルに来てくれることになる。さあここが重要だ。うーむ、 SSR はキャラ1体と階層残心前、これは厳しいかもな。普段サポート役だからって真っ向勝負できないなんて思わないで。10連でまさかの西宮さんゲットだぜー。何かかな。あ、この階層男子は貫突してないので助かります。どうだこれで我々の勝利だ。なんで喧嘩売られてるかわからないが、もう勝ちだ、勝利だ、黙らみろ。アクは去ったな。さて、では残りの50連は、いなくなったカモくんのガチャに使ってやろう。もしかしたら両方ゲットできるかもしれないもんな。あと深海相談士のゲットの可能性も残っている。ところでよ、西宮さん、あんた残ってるけどどうする？マリサと決着つける？私は平和主義なので、争うのとは無視でお願いします。ということで、マリサの不戦勝だな。あ、私もどちらでもよかったんだが、まあ勝利は嬉しいので素直に受け取っておこう。さあ、ガチャの結果はどうなってるかな？まずは私ら福岡文庫行く名前を俺の術式残業は。さ
さすが20連で SSR がたくさん出た反動が来てるかな。全然 SSR が来ないや。いや、違うぞ霊夢。これが本来のファンパレガチャの通常運転なんだ。最初の10連でキックアップキャラをゲットできたのが奇跡なんだ。まあそうだよね。我々のチャンネルは基本神引きはしないから、視聴者が求めているのは苦戦や激闘、煮え煮を飲まされるような我々なんだろうな。でもたまにはこんな回があってもいいよね。正直今回このガチャを回さない人の方が多いだろうし、みんながガチャを回すとしたら、ミワさんの SSR や東堂の新 SSR とかかな。あとは福永マストなどの、呪霊側のガチャが来たら本気を出す人もいるだろうね。そういえば皆さんは、幻影メダルは溜まりましたか？そして上下と花見のどちらを交換しましたか？私は様子見をしていて、まだ交換していません。なので良ければ使ってみた感想など教えてください。というわけで、合計30連が終わりました。最初の10連以降、SSR は出ておりません。ガチャトップ画面に戻ってきたのは流れを変えるためか。ああ、こういうのは一度気持ちも含めてリセットするに限る。そういうわけで40連目行ってみましょうか。演出はイマイチだったな。お、でも SSR の回想残滓があったぞ。いいね。これで深海相談紙も手に入れちゃおう。何か叶え、福岡文庫1年、俺の術式は、おお、深海相談紙ったやんけ。これは当たりだな。あとはカモくんさえ来てくれれば文句なしだ。残りは20連神引きなるか。まあ、最悪カモは召したので手に入らなくても OK だ。カモくんかわいそうに。SR が2つで、レアがやつという、まさに休憩会になってるな。さすがに今回はダメかな。まずは渡っ、こうしても俺の術式。俺の術式は、覚えときな。本当に何もなかった。駆けつけたサンジもびっくりだわ。よし、では最後の10連を回そうじゃないか。レッツゴー。お、黒点が出たじゃないか。これは期待できるぞ。SSR キャラが2体もいたぞ。これは確実に来ただろ。だってキックアップで確率も上がってるんだから。果たして誰が出てくれるのか。あ、残念、突溢れになっております。いや、まだもう1体いるんだ。望みを捨てるな。ちょっとムカついちゃった。あちゃー、パンダ先輩だったか。パンダ先輩はこれでやっと一突だから、トゲよりかは全然マシでしょう。毎回思うけど、キックアップって何なんだよ。というわけで今回のガチャはここで終了でーす。再三の報告になりますが、今回のデスマッチは我々ゆっくりチームの勝利です。そういうわけだから、西宮ちゃん、今後もちょくちょくよろしくね。え、それじゃあ今回の動画はここで終わりにします。バイバーイ。セバスチャンくん、さあ補修を始めますよ。いやだー。